最近僕は韓国のインスタントラーメン、これにちょっとハマっているというのか、あまり詳しいわけではないんですけど、インスタントラーメンって結構日本の自慢の世界観っていうのか、日本が発祥みたいな感じで、まあ日清がすごいカップヌードルを発売してみたいな、なんていうんですかね、先を行ってますよと。そういうような気持ちが僕にはあったんですよね。言うて世界各国でその日本のインスタントラーメンを真似したような、まあ、今回紹介するのは袋麺なんですけど、そういうようなものっていうのは、やはり、いろんな国でいろんなものが出てるんですけど、やはり結局は日本のものが一番美味しいぞ、というふうに僕は思い込んでいたんですけど、最近この、韓国のインスタント麺、まあ、いろんなところに売ってるんですかね。僕が買ってきたんじゃないので、その、どっかに売ってるんだと思うんですけど、これが、美味しいんですよね。麺が、やっぱり日本のものとちょっと違うんですよ。日本のインスタント麺っていうのは結構伸びるのが早いんですよね。で、伸びたら、あまり美味しくないんですよ。でも、韓国のこのインスタントラーメンっていうのは、基本的に、スープと一緒に麺も煮込んで、麺がかなり時間が経っても美味しいんですよね。伸びた状態っていうのか。だから最後まで、結構美味しく食べきれるような感じなんですよね。で、まあ日本でも辛ラーメンっていう辛いっていう字を書いてるラーメンっていうのは結構昔からあったと思うんですけど、あの味しか僕は知らなかったので、確かにあれ美味しいのは美味しいんですけど、他のものってそこまで美味しくないんじゃなかろうかと。で、一回韓国に行った時にお土産で買ってきたこともあるんですけど、向こうで僕がこうパッケージこう読めないので、その、なんとなくジャケ買いみたいな感じで買ってきたやつっていうのは、あまり美味しかったイメージがないんですけど、やはり、日本のおそらく業者が、こう選んで、こう、輸入しているものに関しては、やはり美味しいんですよね。これなんか、コンセプトわけわからん感じなんですよ。なんで、クリームパスタ系みたいな、最後にチーズ入れるんですよね。最初に、あの、スープと一緒に麺を煮込んで、これ何なんやろと。これ何ですかって感じなんですよ。日本っていうのは、なんかラーメンのジャンルって醤油、味噌、塩。そこにもう引っ張られてしまっていて、まあ、あと豚骨ですよね。なんか、冒険してる感じが全然ないんですよ。日本に大手のこのインスタント麺の会社あるんですけど、確かに大手のそのずっと伝統的にそのロングセラーになっているそのインスタント麺って、美味しいのは美味しいんですけど、これ、そういうところで、そのあぐらをかいてる間に、よその国では全然違うコンセプトで、新しい世界観の美味しいものを開発していってますよと。で、こういうものが日本で手に入るっていうことは、売れてるっていうことでしょうね。これ頑張ってほしいなと思うんですよ。なんかその伝統を守るのもいいんですけど、いわゆる今までのインスタント麺ですよね、日本にある。こういうトリッキーな、こういうものも作らせたらいいんじゃないのかなと。その日本の大手企業は若い人にそういうの開発させてんのかなって思うんですよね。なんか、そういう大手からこういうトリッキーなものってなんか出てきてる感じがしないんですよね。これと似たやつで、ものすごい辛いやつとかも韓国のやつあるんですよね。もう、超激辛みたいな。あれとかも辛いけど美味しかったりするんですけど、こういう、この辺はもう単純に美味しいなっていうレベルなんですよ。この麺に関してはもう僕はこの韓国のこの麺、こう時間が経ってもこう伸びた感じがまたそれがそれでよりいい感じになるっていうんですかね。日本のインスタント麺ってもう伸びたらちょっともう目を当てれないっていうのか、あ、美味しくなくなるなっていう感じなんですよね。だから、なんていうのか、逆に日本の、その日本の企業はそのプライドがあって、外国が開発してきたこういう麺とかを、こう、まあ見習うっていうのは、こうやりたくないのかもしれないですけど、ちょっとこの麺の方がすごいよと。煮込んで時間が経った後、でも美味しいっていう。ちょっと知らん間に追い越されてませんかって感じるんですよね。だからこういうところも含めて、
日本っていうのはちょっと衰退していってるのかなと。頑張ってないような気がするんですよね。韓国の人たちは、これ頑張って開発してるんじゃないのかなと。なんか日本のラーメンから学んでる部分ってインスタント麺っていう概念だけなんですよね。もう完全に中身は、そんなラーメンってありなの?みたいな。そういうものをちゃんと韓国では開発してるんですよね。これ、相手が韓国だから、その感情的に、そんな韓国のものを褒めるのはどうかみたいな話を思う人がいる、ちょっと右翼的な、こう、感情の人もいるかもしれないんですけど、実際食べてみたら、あれこれ、だいぶちょっと先行かれてるんじゃないのと。あの、日本のそのインスタント麺の企業は、危機感を感じるべき時に来てるような気がするんですよね。なんか、そのブランドで、日本の大手企業っていうのはこう売れるところがあると思うんですよ。世界に名だたるインスタント麺の企業ですよね、日本っていうのは。だから世界中で売れるとは思うんですけど、いや、この、ここで考えたら、ちょっと韓国とかもっと面白いの出してきてるし、さらに美味しいのが出てきてますよっていうところなんですよね。その辺がちょっと、この、残念でもあるというのか、この韓国の麺が美味しいので、美味しいインスタントラーメン。まあ僕は貧乏なのでインスタントラーメンでもだいぶ満足できるタイプなんですけど、その中でも、こういう美味しいもんが出てきたら、こっちに引っ張られますよね。もうこれ美味しい。だから他の韓国の麺って結構、他にもいっぱいあるんですよね。だから、その他のはどういうレベルなんやろうかとか、こう、楽しみになってくるっていうんですかね。日本の場合はもうなんか全部知ってるんですよね。食べたことあるんですよ、全部。これはこれぐらいの味やとか。で、そのジャンルも醤油とか味噌とか、豚骨とか塩とか、なんか狭い範囲でやってるんですよね。なんか全然新しいコンセプトのやつ、考えたらいいのになと。ちょっと、残念に思うんですけど、この韓国のは、これも美味しいと言わざるを得ないんですよね。ちょっと日本人としては残念ではあるんですけど、ちょっと日本のそのインスタント麺の企業も、もうちょっと面白いものを頑張って開発してくれないかなと、こう余計なお世話かもしれないんですけど、僕はちょっと思ってしまう今日この頃の話でした。以上、芸術と僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。